はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいな白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、昨日の通院の話の続きじゃない、昨日の、通院の話の内容でございます。結果的にはね、良好でした。ただね、その WT1 という白血病細胞のね、数値がね、少し上がってました。これはどういうことかと言いますとですね、白血病細胞が少し増えてたということですよ。でもこれはビビりましたね。同じようなね、病気をされて、同じような治療をした他の患者さんでも、増えてしまう人がね、たくさんいてるみたいです、このようにね。でも、今回のこの僕のね、結果はですね、先月の1月9日の通院での検査結果なんですよ。なので、先月の結果なので、今月はというか、今のね、僕の体ではどうなってるか分かりませんけども、今の体で起こってる白血病細胞の数が分かるのは来月なんですよ。来月に分かります。このね、WT1 という検査は、その検査した日から、例えば今日から検査したら、3週間後にしかね、分からないというね、なんかルールがあるんですよ。なんか知らんすけどね。もしこれが今月のその WT1 がね、来月に結果が出た時に増えてる状態が続いていれば、またあれですやん、痛い、腰にある骨髄腺腫をしてね、骨髄液の中でも、その、白血病細胞が増殖がね、まだ認められたとしたらですよ。また抗がん剤治療か、今度は骨髄移植の再移植をね、しなければならないということになります。いや怖いですよね。他人事のように言ってますけど、自分のことなので、ね、もっと怖がるって感じなんですけども、でもね、こんなに明るく話せるのにはね、理由がありましてですね、約1年前と言いますかね、2019年の1月だから、約12ヶ月前ですよね。12ヶ月ぐらい前になりますけども、その時にもね、実は WT1、今回の数値がね、白血病細胞の数が同じようにね、増えてたことがあるんですよ。そこからね、毎月、通院の度にね、WT1 は測っているんですけども、2019年の2月からは、基準値以下に戻っているんです。なのでね、この1年という間隔、この月だけ増えて、あとはね、基準値以下という体なのかもしれません。という感覚がありますので、こんな感じでね、明るく喋っております。他の数値はね、悪くなっていることもなくね、横ばいでした。このね、横ばいというのはね、なぜかね、褒められましたね。なんかね、この冬というのはですね、現状を維持しようとするみたいでね、体がね、なかなかこの数値的にもね、変動がね、あんま見られないようなんですよ、実は。だから僕結構頑張ってね、ああでもない、こうでもない、食生活やどう、体重、血圧って、ね、やってましたけども、なかなかこの変化が見られなかった、このね、4ヶ月間っていうのは、冬の体がそうさせてるみたいなんですよ。で、看護師さんも先生も言ってました。なのでね、増えてないことに対して、結果が悪くなってないことに対しても褒めていただきました。ほんでね、先ほども言いました、WT1 の結果なんで、免疫抑制剤がね、減らされました。免疫抑制剤が減らされたことによってね、どうなるかと言いますと、骨髄移植の本来の結果じゃないわ、効果。骨髄移植の本来の効果が発揮されやすくなります。しかしね、それに伴いですよ。骨髄移植の副作用である GVHD っていうね、移植変態縮小病っていうのがね、激しく出てしまう恐れがあります。出るんですけどね、どっちにしたって。僕の今の口腔内、口の中のね、乾燥とただ、乾燥か、と、ほっぺたの中のただれと虫歯っていうのね、その原因です。GVHD です。
まあ、そうだからそしたらまた僕の体をですよ、そうこういったようにあらゆる症状でね蝕まれてしまいますね。でその苦しみに耐えながらWT1 という白血病細胞をね減らしていかなければなりません。多分ね、もうほんまに大変ですわね。まあなのでね、あの、まあ、免疫抑制剤の量が減ったんですけど、まだまだこの職場復帰できる分量ではね実は減らされてないんです。まあ、もうすぐね職場にも復帰できそうな気がしていたんですけどもね、まあ体がねこんな状態なのでね、まあ、テンションがちょっと下がっております。ちょっとね、あのでもね、まあ、1年前にこの減った時にもというかその白血病細胞が増えて、免疫抑制剤を減らした時にもですね、結構そのまた口が痛くなったりとか、もっと今よりも口が痛かったりとか、その味覚がわからんくなったとか、下痢とかね、その肌がただれてきてるとか、ボロボロになってきたり、目が乾燥がすごいとかっていうふうなことがなあったんで、1年前に。じゃあまずちょっとそれ怖いなっていうのはちょっとありますね。でもまあ耐えるしかないんでね、まあそこまでひどくならないように先生は分量を調節してくれてるはずなんですけどもね、なるかならんかはもう僕次第と言いますか、僕の体次第なんで、まあちょっと頑張っていきます。まあでもね、そのまあ今できることをやってたら、そのね体重とね血圧などは下がってていい感じなので、その骨粗鬆症のリスクとか糖尿病のリスクとかを避けるための努力はすごいしてるんで、まあ、このままできることを続けていって、ね、次の月まで、で今後もしっかりね頑張っていきます。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、このチャンネル、この動画がよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。あ、今日マスクをしなかったですね。初めてです。バイバイ。